こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。とんでもないニュースが飛び込んできました。なんと、俺たちのキノコの山に新商品が。みんな大好き、キノコのクラッカーだけ。これがたっぷり約60本も入ってるなんて神かよ。これでサクサクの食感を心ゆくまで堪能できるな。夏だからチョコも溶けないね。竹粕よ、これが我々キノコの山の実力だ。怖いか？竹粕は砂糖を我々に変換しろ。無条件降伏すれば、命までは取らない。慈悲の心を持つキノコの民の絆あかりです。それでは本日のニュースはこちら。悲し法、ルーレット、面白すぎる。これはどう見たって。8月3日、パリ五輪の柔道混合団体決勝戦がありました。対戦国は、我が国日本と、五輪開催国のフランス。団体戦のルールは、男女3人ずつ、6人制で競うチーム戦です。先に4勝した方が勝利となります。女子は57キロ級、70キロ級、70キロ超級。男子は73キロ級、90キロ級、90キロ超級の3選手が出場。はあ、女子の柔道とか、ほんとあれだよな、何が面白いのかほんと意味わからんわ。女子柔道って、そんなディスる要素ある？男子に比べてそりゃ多少パワーは落ちるけど。だってあいつら、授業なのに私の道着掴まないじゃん。はるかちゃんなんて私が道着掴んだらめっちゃ嫌そうな顔したし。キスの明かりに悲しき過去。さて、肝心の試合ですが、日本とフランスは3勝同士で決着がつきません。3勝同士で並んだ場合、抽選で選ばれた階級の選手同士が対決し、決着をつけるルールとなっており、今回はルーレットでそれを決めることに。日本としては絶対に当たりたくない相手は、フランスの英雄、テディ・リネール。リネールは、前日の100キロ超級でもフランス柔道に金メダルをもたらしたフランスの英雄であり、現柔道界における怪物です。とはいえ、ルーレットでリネールのいる90キロ超級に当たる可能性は6分の1。日本とフランスは、固唾を飲んでルーレットの行方を見守ります。無事90キロ超級に当たりました。もちろん、日本の斉藤選手もこれに気をされることなく、積極的に勝負を仕掛けましたが結果は敗北。日本は東京五輪と同じく、2位の銀メダルを獲得したのでした。しかしネット民からは、この電子ルーレットが八百長ではないかという声が噴出。絶対リネール来ると思ったらほんまに来てくさ。なるほど、ソースコードシッセや、インチキやり放題だろ、こんなの。当たり確定デジタルルーレット、本当にバカらしいクソすぎる。海外のイーロンのおもちゃの民も、あまりに出来すぎた展開に、IOC の陰謀を疑う声もあり、もうめちゃくちゃ。あのさ、君たち、たかだか6分の1の確率だろ？それに陰謀だなんだのケチつけるなんて、もしかしてお前の頭に巻いてるアルミホイルはトップバリューか？どんな煽りだよ。ということで、あかりちゃんルーレットチャンス。はい、ゆかりさん、スタートをしてね。ストップ。おめでとうございます。プラス1000万あかりちゃんポイントです。これは無警戒にスタートしてしまった私が悪い。しかし、2021年、東京オリンピックの柔道男子60キロ級金メダリストの高藤直寿氏はテレビ番組にて。いろいろ言われているところですが、オリンピックっていう舞台で、不正は絶対にない。ルール上、そうなっているので。とコメントしています。実際に五輪で戦った人が言うのならそうなのかも。ちなみにフランス現地メディア、RNC スポーツは、リネール氏が選出されたことについて。信じられないような幸運だが、陰謀を疑う余地はない。と報じており、フランス柔道連盟のステファン・ノミス会長は、ルーレットは IOC が管理している。と強調して伝えました。やはり不正はなかったのか。ネット民の反応は、用意しておいた映像を流しただけやろ。リネール確定ガチャは草。フランスの、フランスによる、フランスのためのオリンピック。フランスのまともなところ探しと化したオリンピック、なお現在のところそれを発見したものはゼロ。今回のオリンピック、どの競技でもストレス感じる。あんだけ誤信と不祥事繰り返す五輪の開催国との決勝のデジタルルーレットの公平性を、誰が信じるかって話。仮にマジで不正してなかったとしても、いくらでも不正し放題にしか見えないシステムを導入してる時点で論外だから。等の意見がありました。個人的には、今回不正があったのかどうかはわかりません。ただ、電子ルーレットだとこうした八百長を疑う声も出てくるでしょう。審判は AI などのハイテク、公平さはローテクを使い分けることが大事だなと思いました。
皆さんはどう思いますか？よければコメントくださいね。定期。それではあかりさん一言どうぞ。あかりちゃんくじ引きもやる？一等はなんとゆずきず1年分だよ。それでは最後に謎かけを。五輪柔道団体戦でルーレットとかけまして、辞書を引くと解きます。その心は？どちらも、参照しました。ご視聴ありがとうございました。